毎日くまこ夏休み編。みんなおはくま。本日8月18日は高校野球記念日くま。1915年の今日、現全国高校野球選手権大会の前身にあたる第1回全国中等学校優勝野球大会の開会式が大阪豊中球場で行われたことにちなんで制定された記念日なんだって。会場は満員の甲子園。そして今日は決勝。現在9回の裏、2アウト満塁のチャンスでバッターは4番熊子。ふふふ、ついにリングフィットアドベンチャーの成果を見せる時が来た。熊、ストライク、ストライク2。離してる間に投げるとは卑怯熊。こうなったら予告ホームラン熊。ライトスタンドに叩き込む熊。ピッチャー投げたー、もらったーって思ったら、これバットじゃなくてシャケクマー。イエーイ、満塁ホームラン。みんなもシャケバットを使えば野球の試合でヒーローになれるかも。